寒いな、寒い、肌寒いな。太陽出とったらいいよな。太陽出てないと寒いね。そうやな、うん、もうちょっと出てくるんじゃない。ちょっとちょいちょい時間あるな。そう、ちょい待ちやな。なるほど、ね、ちょい待ち、ハーサブ。でもあれやな、あの今年からもうめちゃくちゃ営業戻ってきたやろ。まあね、去年までさもう全然なかったからさ。営業でさ、うんうん、やっぱ15分とかさ20分とかあるからな。あるからさ、うん、それでさもう子供の場、うん、子供がめっちゃおる、うんうんうん、年配の人たちがめっちゃおる、うんうんうん、っていう時あるやん。おいおいおい、昨日も営業やったやん。昨日も営業、一昨日も営業や。そうやろ、ありがたいけど。でそういう時に、うん、もうやっぱりいきなり漫才しても、うん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 、あのなかなかさ、そうやな、話聞いてないみたいな時に自己紹介してから、ああ霜降り明星やったらパッと見るやろうけどな、はい、なかなかデニスじゃなかなか見えひんところもあるやんか。あるよな、子供たちは、っていう、何だれみたいな、何の感情もない目で見てる場合があるから。ああ、まあ悪くないんやけどな。悪くないけど、もう今日の営業はモノマネをやります。モノマネ？はい。あんませえへんや、そんな。はい、もう見た目でモノマネして、で子供とか年配の人たちに当ててもらう。あ、クイズ形式みたいな。クイズ形式でこう、うん、掛け合いよ。あ、参加型みたいな。いいんじゃん、めちゃくちゃいいんじゃん、はい、そう、うん、それでも5分以上は持つから。ああ、ええな。今日持ってきてるから。あ、かぶりも持ってきた。持ってきてるよ。うん、まずこれです、うん、あー、ね、そういうことね。似てると言われてますし、マリオでようあるもんな、はい、子供に。うん、めっちゃ答えてくれると思う。あ、これでマリオ、マリオやんみたいな、はい、これ分かるんやったらもう分かる仕組みになってると思います。何パターンか持ってきてんの、うん、持ってきてるよ。うん、ええやん、ええやん。何何、うん、それ、はい、モノマネしてんの。うん、ニットかぶっただけにしか見えん。これ みんな分かるやつやつ、まあ、多分分かるようになってるけどね。分からへん。何それ。これはホームアローンの泥棒。わ、分からんて。ホームアローンの泥棒分からんて。いやいや、クリスマスシーズン流れてから今の時期な、はい、ちょいちょいやってたりするけど、金曜ロードショーで、はい、うん、いや、それあんま答えられへんのちゃう。ホームアローンの泥棒、どっちでもいいから。いや、でっかいやつとちっちゃいやつ。あ、そう、あ、もうちょっと簡単なんがいいんちゃう。あ、もう分かりました。分かりやすいやつ。いや、それもなんかゆきおちゃんが帽子かぶってるだけみたいに見えるけどな。ジブリです。ジブリ、アニメのキャラクター。はい。え、アニメのキャラクター。うん、いや、分からんよ。ケージコロンボ。いや、全然違う。全然違う。何それ。天空の城ラピュタのパズーの親方、うん、分からんて。絶対出てけへんよ。あのシャツビリビリビリってビリって破るやつな、うん、一息で出てけへんて。簡単なやつ、なんかこれは、うん、分かりやすいやつの方がいいんじゃん。だってそんなんさ、別に難しくせんでええや。そのみんな答えるみたいな。これも自分で作ったから。え、年配の人にはもう 100% 分かる。もう30代とか捨てた。で、子供も捨てた。いや、もう50代、50代、60代。30代と50代捨てたらあかんで。30代と子供捨てた。30代と子供結構多いやん。20代も捨ててる。だから40後半、50代の人たちだったら絶対わかる。のみ、はい、ピンポイント攻めんの、はい、でもこれ W と書いてあんねんから。ワリオ、ワリオの W。 あ、これは、うんうん、元太陽ホイールズのポンセです。あ、ポンセな。はい。いや、むずいって。これは絶対分かるって。50代子供全く笑わへんと思うよ。はぁ、みたいな。何みたいな。じゃあ、やっぱりそれはお前がどうにかしろ。違う違う、やっぱ子供を笑かすから周りの大人も、あ、子供が楽しんでる。だからすかしはないですよ、今までは。あ、そういうことか。マリオからのすかして、ああ、すかして分からへんわ、分からへんわみたいな方に、うん、純粋に俺がさ、ホームアローンの泥も分かると思ってたらやばいやつや俺。いや、私芸歴13年ですよ。自覚犯の今のムズいなっていう。いや、だからすかしよ。マリオって当てた後にホームアローンの泥棒で、なんでだっつって、天空の城ラピュタのパズーの親方、ムズいってみたいな笑いか。で、これ1回50代を捕まえて、元太陽ホイールズのポンセ。ああ、これモノマネ紅白も出てるからもう間違いない。もう一緒や。そう、出てたっけ。調べてみ、ネットなんで、音声なんて。音声で、はい、まだあの、何何があるの、これ。ダブルスタンバイしてます。ダブル、正解2つあります。正解2つあるの、はい、
なんかミュージシャンみたいなことをなんか俺分からんかったもん。俺営業でやらんで、ラッパ吹いてそうなさ管楽器の雰囲気はあるけど、いや子供向け、あ子供向け、うん、マジでこれ分からへん。いや分からん、何それ。トイストーリーのポテトヘッド、あポテトヘッドな、わいいけ、ポテトヘッドとかでええねん。そうやねん、マリオとかポテトヘッドとかそれ分かりやすいやつで、めっちゃいいよ。だ年配用にはちょっとダブルスタンバイは何、もう一個の答えになるの、スキャットマンジョン、スキャットマン。いやだから受けへんって、それはスキャットマンジョン似てるっていう、10代20代30代は捨てたよ。じゃスキャットマンジョンってめっちゃ多分幅狭いから、その分かる層が、俺スキャットマンジョンのプチプリンらへんだけや。広告の CM 出たことあるから、スキャットマンジョン、スキャットマンジョン役で、あ俺の知らんとこで結構いろいろスキャットマンジョン役で、うんうんうん、プッチンプリンの記者会見出てるから、おうおう、あ出てんの、あこれでもな、めっちゃ今までのそので、そこの企業の社長が来て、思った以上に似てないですねって言われて最悪のスタート来てんから、よく見たらな、よく見たら、よく見たらあんま似てないみたいな、な、うん、これはダブルスタンバイでいけると思うんだけど、あダブルスタンバイでもこれポテトヘッドいけるやろ、ポテトヘッドいける、うん、でこれ狭いわね、うん、でこれも持ってきてるから、ちょっと待って、そんなん雰囲気的にはめっちゃええんじゃん。だって営業やで。いやそうよ、分かりやすいんだよ、その漫才なんてなかなか聞いてくれへんよ、うんうん、最初めっちゃ受け答えやるから、うん、そのスカシとかあんまいらんから、スカシとかいらんから、うん、ああめっちゃいいよ、もうおもろいもん。えでももう絶対受けてる、もう正解分からんけど、はい、その時点でもうクスクスはでもこれは、うん、スカシかもしれんな。スカシな、なんかだってめっちゃ似てる人おりそうで、なんかその中東系のさ、うん、アラブ系の人みたいな、うん、なんかもうキャラクターな、あるなんかあれじゃアナジンに出てくるなんかみたいな。でもこれもダブルスタンバイです。違う違う違う、アナジンに出てる人でいやそれちゃうねんけど、多分おるし、いやいやいや、それも正解やし、これもダブルスタンバイ、両ダブルスタンバイ正解2つあります。2つあんの、はい、え1個は何、携帯アプリのアキネーター、うん、アキネーターな、あの似てる芸能人やってる、うん、あの横でこう立ってるやつやろ、そいつの職業はとか言って、うん、狭いってアキネーターなんか、いやだから狭い方を受けるって、ちょマジで35から40ちょいぐらいまで、いみんな知って、俺ら世代ぐらいじゃんアキネーターなんかやってんの。ほんであのゆきおちゃんさ、アキネーターの上野幸男の答えのところガチのケバブ屋さん出てるしな。そうやな、ま、全く知らんけど、俺を調べたらそのアキネーターの答えがあのケバブ切ってる謎の外国人が切ってるから、うん、そうやろ、うん、そうなってるやろ、誰かにいじられてる。アキネーター、いやアキネーターじゃない方に期待するわは、うん、まあだからこれまたおじさん世代です。おじさん世代、はい、うんうん、ふうふうタイガージェットシーンな、はい、あタイガージェットシーンはまだええと思うわ、うん、まあ、おじさんにね、おじさんに、うん、なんか大切な子供が、いやこれで今子供がだって、ま、漫才15分で、うん、漫才15分でこれで5、6分は絶対持つよ、うん、いけるの。まずこれで紹介するから。だからスカシが多すぎるけど、あそうスカシが多いね、そのストレートに似てますね面白いですねが多い方がええと思うけどな。でもすごいな、今もう7種類ぐらい、6種類7種類ぐらいやったんじゃん。7種類ぐらいやってる、うんうんうん、あそれフルで持ってきてくれたんや、うん、とかで、だってもうこの真冬に T シャツなって、うん、真冬に T シャツ、うん、うんうんうん、 T シャツ1枚ね、今はならへんけど、うん、うんうんうん、なって、うん、観光客の外国人っていうのもできるよ。おるな、あのめっちゃ薄着のやつな、うん、真冬に、うん、あれなんなん。いや、そりゃあれ俺も、うん、俺のお父さんも外国人やけど、うん、あんな薄着で冬場はあるかん。だから決まってんねや。だからブラジルの人は別にそんな薄着せえへんし、うん、みたいなこと、多分オーストラリアニュージーランド系じゃない、うん、でもこれマジで営業マジでいけるわ。いやでもスカシになっちゃう、うん、あちょっとバス来たバス来た、いやこれ今日の営業マジ絶対いける。お前がどうにかしてる、うん、あとはちょっと来たバスは滑ったら知らんからね、うんうん、あすいません絶対いけるわ。